Thank you.
俺にもその宝の地図を譲ってくれよ。一体何の騒ぎだ。父さんも母さんも週末の獣に襲われて死んじまった。それにまだ妹も小さくて。だからだから財宝を探したいって。だがな小僧、地図を買うのにだって金は必要なんだぜ。お前にそれだけの金が出せるのか。はっ、金がねえなら指でも加えて帰るこったな。何せこいつは始まりの族長アルザダールの子孫であり、ラザハン黎明期を支えた名大衆アルザダール三世が残した宝物殿の在処を示した地図なんだぞ。アルザダールの宝物殿だって。本物なのか。どうせ偽物だろう。おいおい、偽物と決めつけてくれるなよ。この地図には宝物殿を開く証文が書かれているんだ。こいつがなけりゃ遺跡にたどり着こうとも中に入ることすらできねえって寸法よ。この証文こそ宝の地図が本物だって証なのさ。週末の騒動で壊れちまった遺跡を修復していた職人がボロボロの地図を発見してな、このザッシャルの完璧な修復で元通りよ。この地図がありゃ一攫千金も夢じゃねえ。だが少しの金も払えねえやつに夢をつかむ資格なし。ま、どのみちお前のようなガキじゃ宝にたどり着く前に死ぬのがオチだがんな。くそー、目の前に一攫千金のチャンスがあるってのに。この地図を手にできるやつが羨ましいぜ。払った金の数倍、いやそれ以上のお宝が手に入るんだからな。どうだい旦那、アルザダール三世が残したお宝に興味はないかい。旦那のような類稀なる武人にこそこの地図はふさわしい。宝の地図か。俺にも力があれば宝を手に入れて妹を食わせてやれるのに。ならもらおうか。これで足りるか。よう、相棒。いよいよ冒険者稼業の再開といったところか。だがわざわざサベネア島を選んだのはどういうわけだ。
お前のことだからただの観光や買い物ってわけじゃないんだろ。北条海に沈む海底遺跡ねえ、偶然にも俺の手にはその遺跡の場所を示す宝の地図があるわけだな。さて、目玉の商品も売れたことだし、ここらで今日は引き上げさせてもらうぜ。じゃあな、旦那。ああ、邪魔したな。それにしてもこの国を終末から救ってくださった英雄様方がお越しとは、せいぜい罰が当たりませんようにと。さて、こいつが本物にせよ偽物にせよ確かめるには船がいるようだな。別に宝が目当てなわけじゃないさ。だが本当に宝があるなら、週末で家族を失ったこの国の連中にくれてやればいい。困窮したアラミゴ市民のため廃王の黄金とやらを持ち帰ったお前たちのようにな。いつだったかアルフィノのやつから聞いたのさ、お前との冒険談をな。それはそうと、さっき商人に泣きついていたガキがいただろう。おそらくやつと商人はグルだ。通行人の関心を引いてさも価値がある地図だと思わせるため三文芝居を打っていたってとこだろうな。だが幼い妹を養わなきゃならんと言った時の目は本音を映しているように見えた。売り上げのいくらがあのガキの分け前になるのかは知らんが、多少なりとも生活の助けにはなるだろうさ。地図の心眼はともかくな。で、お前も行くんだろ、相棒。俺の懐なら心配しなくてもいい。これでも多少は金勘定の方法を習ったからな。暁で学んだことの一つというわけだ。さて、まずは船の調達といこう。
Thank you.
ー